皆さんこんにちは、カメマルコです。はい、皆さん、今回はですね、リクガメを飼わない方がいい理由5つ、これからリクガメを飼おうか悩んでいる方へ。いつも上げてる動画ではリクガメのいいところを基本に言っていたんですが、今回はリクガメを飼わない方がいい理由5つ編ということで、こんな人は飼わない方がいいよ、こんな、理由があるからリクガメを飼うのは大変だよっていうことをね、初心者の方にも、分かりやすいようにまとめて簡潔に、お話ししていきたいと思います。それではレッツラゴー。リクガメを飼わない方がいい理由5。1、時間に余裕がない人。爬虫類は毎日餌を与えなくていい種類や、あまり手間暇をかけなくていい生態も多いですが、リクガメは違います。毎朝バランスが良い餌を作り与えて、排泄物を確認し体調を観察しながら温浴をさせたり、運動量が必要な生き物ですので散歩もさせたりと、リクガメにかける時間がない人には飼育はなかなか難しいです。リクガメと向き合う時間をしっかり作れるようになってからお迎えしましょう。2、経済的に厳しい人。リクガメの食べるものは主に葉物野菜が多く、小松菜やチンゲン菜を中心にいろんな野菜を食べますが、それを毎日栄養バランスを考え与えるので、買う野菜の種類も多く、野菜がどんなに高くても毎日のリクガメの食事のために買わなくてはいけません。自分自身の食費に精一杯の方は生活が苦しくなる可能性もあります。計画的に考えてお迎えをしましょう。家が狭い人。リクガメは運動量が多く、飼育スペースをかなり必要とする生き物です。甲羅全長20センチのリクガメでも、理想としてケージの広さ最低120センチは必要と言われています。さらに大きくなるゾウガメや大型リクガメですと、必要とするスペースはとんでもないことになりますね。しっかりと飼育スペースを確保できると判断した上でお迎えしましょう。4、長年にわたって命と向き合える覚悟がない人。リクガメは種類によって異なりますが、だいたい小型種は20から30年、中型種で30から40年、大型種で100年以上生きるリクガメもいます。何十年という単位でこれから毎日一緒にいることになるわけです。今から30年後まで毎日しっかりと飼育ができる自信があるか想像してみましょう。最後に、今まで挙げた数々の理由で飼うことを放棄してしまう方ももしかしたらいるかもしれません。リクガメを飼育するのはとても簡単なことではありません。最後までしっかりと責任を持って飼っていただくということがやはり一番だと思います。しかし、今まで挙げた様々な苦労よりも上に、リクガメは本当に愛嬌があり、癒しを与えてくれ、とっても魅力的な生き物です。ぜひ、そのような覚悟を持った上で、楽しく飼育してくださる方が増えたら嬉しいなと思います。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、カメマルコでした。バイバーイ。